緊急地震速報システム緊急地震速報は地震発生後大きな揺れが到達する数秒から数十秒前に警報を発することを起とした地震早期警報システムの一つで日本の気象庁が中心となって提供している予報、警報である2004年に一部試験運用を開始2007年10月1日から一部の離島を 除いた国内ほぼ全域すべての住民を対象とした本用を開始した。同種のシステムとしては世界初である。予測震度5弱以上の時に発表されテレビ放送や携帯端末などで強い揺れとなる地域を伝える一般向けと発表基準が低く誤報の可能性が高いものの各地の震度や揺れの到達時間などがわかる高度利用者向けの2種類がある。 地震の発生直後に震源に近い観測点の地震計で捉えられた地震波のデータを解析して、震源の位置や地震の規模を直ちに推定し、これに基づいて各地での主要道の到達時刻や震度を予測し、可能な限り素早く知らせるものである。主要道到達前のわずかな時間を適切に活用できれば、地震災害の軽減に役立つものと期待されている。 例えば陸地から離れたところで発生する海溝型地震や震源の深いスラブ内地震に対しては原理上数秒から数十秒の猶予時間が見込める。しかし技術的な限界のため速報が主要道の到達に間に合わない場合があり、特に陸地を震源とする、いわゆる震源の浅い直下型地震では激しく揺れる、信号付近では原理上数秒しか猶予時間がない。 あるいは間に合わないと考えられる。これに対しては観測点を増やす、処理、伝達を高速化するなどの技術向上が少しずつ進められている。この他にも誤報のリスクなどもある。当初から発表に伴い社会の様々なところで混乱が生じることが懸念されており、2004年の一部運用開始から試験的、限定的な発表に止められていたが、 2007年10月1日に一般向け速報提供開始が決定されたことを受けて直前まで広報手段について調整が行われた。速報に関する諸問題を考慮しながらテレビを皮切りに一般向け速報が順次拡大していき、国内向け携帯電話にも広く導入されているほか、コード利用者向けを提供する端末やソフトウェアが多様な方式、 事業者によって提供されている。なお、個人においても法人においても、導入の可否は、それぞれの判断に任せられており、義務化の予定はない。現状は緊急地震速報の警報などとは連動していないが、長周期地震動の階級3以上については、大きな地震と同程度の被害が及ぶものと考えられているため、 緊急地震速報との連動が検討されており、2018年度をメドとして導入が検討されている。緊急地震速報は、地震動の予報、警報、特別警報に位置づけられ、他の予報、警報、特別警報と同じ気象庁の義務となっている。2013年8月30日の特別警報施行により、地震動特別警報を新たに設定した。 地震動予報、警報、特別警報の区分ただし、現状では速報性の技術的限界があることから、緊急地震速報の発表時には、警報と特別警報は区別されない。重大性の際に鑑み、気象庁が一般向けに発表する場合は、地震動警報、地震動特別警報を、緊急地震速報、または単に、緊急地震速報の名称として発表する。 地震動予報は、緊急地震速報として、高度利用者向けに発表される。一般向け緊急地震速報は、警報、特別警報に該当し、また、高度利用者向けでも、一般向けの基準を満たすものが生じると、その一連の続報を含めて、警報、特別警報扱いである。気象庁以外のものは、原則として、 地震動の警報を発表できず、また予報の業務を行うには、気象庁長官の許可が必要である。また同法により、気象庁は、許可事業者の予報発表にあたっては、気象庁による警報との区別を利用者に周知すべきだと、規定されている。なお、警報については、気象警報と同様に、気象庁は、政令の定めるところにより、 直ちにその警報事項を警察庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社または日本放送協会の機関に通知しなければならないと規定されている。なお、特別警報に該当する場合は、発表時には警報と表現に差異がないほか、地震動以外の特別警報と異なり、 通知先の取り扱いに警報との際はない。本項目ではこれ以降は警報と特別警報を区別せずに記述する。日本ではユレダスのように1990年代には地震警報システムが一部で実用化されていた。しかし、震源が警報対象地域から遠い海溝型地震を念頭に置いていた上、一般への発表も行われていなかった。 こうした中で、1995年に起きた兵庫県南部地震が大きな契機となり、直下型地震対策見直しの一環として、直下型地震の対象にした地震警報システムにも関心が高まっていく。現在の緊急地震速報で算出される地震の要素は、地震の発生時刻、震源の位置、規模、主要都市での予想震度である。 震源に近い観測点で得られた地震波のうち実体波に分類され初期微動と呼ばれる小刻みが P 波と主要動と呼ばれる大きな揺れを引き起こす S 波が用いられる。P 波から S 波到着までの時間により地震発生時刻と地震波の振幅から規模を推定し所定地点の振動を予測するものである。技術的には 自動観測技術と高速通信技術が普及をした1980年代頃から発生時刻と震源位置を速報できるようになっていたが、速報で要求される地震波到達直後に規模を求める技術が確立されたのは1990年代からである。利用される地震動の情報は2016年4月1日時点で、 気象庁の約270カ所の地震計に加え、1996年以降に整備された防災科学技術研究所の共振観測も約800カ所の観測点のデータである。2011年以降は南海トラフでの地震発生の際に速報発表までの時間を短縮するために南海トラフ沿いの海底に整備された海洋研究開発機構の地震。 津波観測監視システムが利用されている。また、房総半島から根室沖の日本海溝沿いに付設された日本海溝海底地震津波観測網のデータが利用されている。震源距離の大森公式を改良したテリトリー法、グリッドサーチ法などに基地の地震波速度分布などによる補正を行って求めるものであり、20世紀初頭には確立されている。 国内数百カ所で常時観測されている地震波形はデジタル波形の帯域状況、帯域通過、レベル法、B デルタ法によるノイズ識別や信号距離算出が行われ、ある程度の大きさの振動を観測するとデータセンターに情報を喪失する。複数観測点の情報がセンターに送られてきた場合はノイズの可能性が低く地震であると判断し、テリトリー法、 グリッドサーチ法による発生時刻と震源位置の算出、マグニチュードの算出を行う。P 波到達後 S 波到着までの最大振幅による P 波マグニチュードを初期に適用し、適切な時間に全波形による最大変位振幅から求められる前層マグニチュードに切り替える方法をとっている。そして、これらの震源要素をもとにして、統計的手法により、震源距離に 基地の地盤の地震度を増幅度による補正を加えて、算出される各地点の表面最大速度から最大震度を予測する。また、S 波の理論掃除から使用度を到達時刻を予測する。これらの結果から、後日の基準に達した地震について、速報を発表するが、実際のシステムでは、精度向上や、ご検知防止のための様々な処理が加わる。 緊急地震速報は秒単位を争う情報伝達であり、その処理や伝送に起因する警告の遅延時間を極力少なくして、地震の使用動が各地に到達するまでの事前の時間を少しでも長く確保する必要があり、配信システムやネットワークなどには高速化のための工夫がされている。配信された情報は分かりやすい情報となって、 映像や音声として表示されるが、様々な形態がある。専用の端末機器では、あらかじめ設置する場所の位置情報や地盤の状態などを設定するなどし、速報時には警報音を鳴らしたり、音声により地震の発生や震度などを伝え、文字や画像、ランプなどにより地震の発生や震度、揺れるまでの時間などを伝える。大型の施設などでは、 警報音と音声により施設内に一斉に放送などを行うことがある。緊急地震速報を手画像、文字や音声などでその情報を知ったとき、どのような対応を取れば安全性が高まるかという指針が関連機関による検討会で出されている。それによる対応の例を一家に挙げる。周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することを、 最大の基本としている。家庭、職場、学校などの屋内で速報を受け取った場合、S 波が到達せず、P 波が到達しているか、到達前の段階で、直ちに、まず窓や戸を開けて、避難経路を確保した上で、転倒物や飛散物から離れ、地震の発生直後と同じように机の下に隠れ、頭を防護し揺れに備えることなどが求められる。商業施設。 イベント会場など混雑する場所では、屋内と同様に頭をぼ行こし、転倒物や飛散物、看板や照明などの落下物から離れることはもとより、混乱を防ぐため、出入り口に押しかけないこと、係員などの指示があれば、それに従う。屋外では、転倒物や看板、照明や窓ガラスなどの落下物から離れ、できれば、耐震性の高い建物の中に避難することが、 求められる。加えて崖などの近くでは、崖崩れや落石の恐れがあるため、できるだけ崖などから離れることも求められる。海岸に近い場合は、津波に備えて速やかに高台や建物の高層階に避難することも必要である。自動車の運転中は、まず、ハザードランプの点灯などで警告を行い、慌てずゆっくりと減速して、道路の左側に車を寄せて停止する。 追突の恐れがあるため、急停止や急ハンドルは避ける。バスや電車の中では、吊りかわ手すりなどに捕まって、しっかりと体を支えられるようにすることが求められる。また、エレベーター内にいる際は、最寄りの膝端で止まるようボタンを押して、素早くエレベーターから出ることが求められる。慌てずに冷静に行動することが求められるため、事前に、 速報の受信を想定した訓練を何度も行うことが望ましい。例えば、施設管理者向けの指針によれば、速報時の対応を盛り込んだマニュアルの作成や、それに沿った訓練などが求められている。また、速報システムを導入していない施設でも、テレビや携帯電話で速報が受信されることを考慮して、相応のマニュアル作成や訓練をした方が良いとされる。 利活用の可能性については、文部科学省リーディングプロジェクト緊急地震速報の利活用の実証的調査、研究などにおいて先行的に調査が行われてきた。その後も各研究所、企業にて様々な方面に緊急地震速報を利活用していくシステムが考えられている。以下に例を記す。列車の運転制御。 高度道路交通システムへの速報の組み入れ、運転中の車両への通知や誘導、信号規制御や、交通規制、空港での発着規制、津波に備えた船舶への通知、津波に備えた水門の閉鎖の迅速化、施設内や人が多い場所での避難誘導、指示、家庭や職場などでの安全確保、電話などの通信回線の制御、エレベーターや遊具などの制御、 工場での稼働中システムの制御、医療や工事現場など危険性の高い場所での安全確保、電力系統、上下水道、都市ガスなどの制御など多岐にわたる。特に津波の予報に関しては、この緊急地震速報の予測値が活用されることで、時間短縮が見込める。実際に2007年3月の能登半島地震や、同年7月の新潟県中越沖地震では、 津波注意報が発表された際には、緊急地震速報を活用したことで時間が短縮された。また、2008年7月に福島県沖で発生した地震では、約1分程度短縮できた。短縮できる時間は、最大2分程度で、地震発生から1分程度で津波予報を発表できる可能性もある。直木省庁は、コード利用者向けは、 情報量が多く誤差の可能性があるという特性から訓練を行って速報を冷静に判断して行動することが求められる。そのため、集客施設や防災無線など不特定多数のものがいるような場所では予測震度4以上の地域に発表する一般向けの内容の範囲内で強い揺れが来ることを簡素に伝えるのみにとどめて混乱を防止することをお願いとして推奨している。 速報発表時の対応を実体験により習得し、周知することなどを目的に、気象庁は毎年12月1日を緊急地震速報の訓練日として設定し、配信機関と協力して実施している。また、気象庁は一般向けに緊急地震速報の利活用の手引き及び、緊急地震速報受信時、対応行動訓練用キットを作成し、 日常生活の中で緊急地震速報受信時の対応行動訓練を実施できるように提供している。2012年6月28日には一般を対象とし、全国瞬時警報システムを運用する、地方公共団体、防災行政無線による放送を実施する、地方公共団体、庁舎内放送を実施する、地方公共団体、その他の放送などを実施する、 地方公共団体など256団体の他合計1400団体が参加し全国的な訓練が実施された。記述の通り2つに区別されている。コード利用者向けは大抵のものは利用者側の端末において設定を行った上で豊富な情報が提供され、活用の仕方によってはより高い防災効果を生む。一般向けは 速報を十分周知していないものにも適切な行動が取れるよう配慮された最低限の情報のみを提供する。それぞれの利活用システムの内容、利用方法、注意点などについては上記のリーディングプロジェクトや各業界団体などにおいて検討が行われてきた。高度利用者向け緊急地震速報は気象庁の多機能型地震計の一つ以上の 観測点において B 波マタは S 波の振幅が100、ル以上となるか、もしくは解析により、マグニチュード3.5以上、または最大震度3以上と予測される場合に、地震の発生時刻、震源の推定値の速報を行っている。高度利用者向け情報は、まず地震が発生したことをいち早く知らせるための第一報を優先的に発表する。 その後二つ以上の観測点で地震波が観測されれば、さらに解析を行い、第二法、第三法と情報を更新していく。更新を重ね、予測の精度が安定したと判断されれば、最終法を発表し、これ以降はその地震の速報の発表を終了する。あらかじめ規定されている時間内に二つ以上の観測点で地震波が観測されなかった場合は、 ノイズと判断してキャンセル法を発表する。第1法では非常に大きな誤差が含まれ、雷などによる誤報の可能性も高い。第2法、第3法が発表され、時間が経過するに従い、精度が上がっていく。コード利用者向けと一般向けの大きな違いは以下の2点が指摘できる。コード利用者向けは点の情報、または 一般向けは面の情報を正確かつ十分に理解して利活用し、期待されている減災効果が従前に発揮されることが望まれる。高度利用者向けは、実際に配信された緊急地震速報を利用して、ユーザーの希望に応じて、例えば予測震度3以上で発報させることによって、実践的な地震防災のリハーサル、または訓練の機会を提供することが可能である。 これに対して一般向けは地震被害が予想される警報の場合のみに発報されるため緊急地震速報に接する機会は極めて稀である。緊急地震速報の技術的限界から誤差は避けられないが予測震度3だと分かった場合には実際の震度は震度7ではない大きな揺れも来ない大きな被害にはならないことが分かる。これが 高度利用者向け緊急地震速報の安心効果の一つであり、一般向け緊急地震速報、警報にはない効果である。2004年2月25日から気象庁の試験運用が開始された。2004年10月の新潟県中越地震の際には、茨城県守谷市で地震波の到達より早く緊急地震速報が発表される様子がビデオ映像で記録されている。 また2007年7月の新潟県中越沖地震では東京都内の家庭において緊急地震速報の様子がビデオ映像に収められた。緊急地震速報の特性をよく理解し情報を混乱なく利用し得るとされた特定の分野に対しては2006年8月1日から先行的に緊急地震速報の配信が始められた。ガス、電力、 鉄道といったライフラインや病院などでの活用が想定されている。この先行的な提供を受けるために必要な気象業務支援センターとの手続きが完了している期間数は2007年3月現在で地方公共団体や鉄道事業者、電力、ガス、製造、放送事業者など400を超えている。また市町村防災行政無線を使った広域への情報提供や それを利用した訓練が一部の自治体で行われており、2007年10月からは他の自治体にも拡大されている。テレビ、ラジオ、集客施設での館内放送などによる講習への提供は安易に実施すると混乱を招く恐れがあるため、情報利活用のあり方、情報の特性の周知などが十分に重ねられた。周知のために作成された一部のポスターには、ウルトラ兄弟、 子供向けリーフレットには、クレヨンしんちゃんが起用されるなど、認知度が高いキャラクターを利用した広報活動もあった。こうした広報活動が行われた上で、2007年10月1日9時から本格的に運用が始められた。一般向け速報においては、地震波が2つ以上の地震観測点で観測され、最大震度5弱以上と予測された場合に、地震の発生時刻、 震源の推定値、信号の地名、震度4以上を予測した地域名を速報している。その後、さらなる解析により、震度3以下と予測されていた地域が、震度5弱以上と予測された場合に、続報を発表する。続報では、新たに、震度5弱以上及び震度4が予測された地域を発表する。また、続報は、 地震検知から60秒以内のものに対して行われるという制限があった。なお、2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震後は、観測点の障害や余震、誘発地震の多発により誤差拡大や誤報が多発し、予測精度が大きく低下したが、プログラム改善や余震の減少などにより、2011年度には回復してきている。 2007年10月1日から2011年2月末までのコード利用者向け速報の全国の発表状況を見ると発表回数は月間、年間、月平均、年平均である。また、東北地方太平洋沖地震が発生した2011年3月は月間1191回と発表回数が2011年2月末までに比べ、突出して多く発表されている。 2016年4月は、熊本地震の影響もあり、月間228回と2012年1月から2016年3月末までの月平均約88回より大幅に増加している。なお、一般向けの警報は、2007年10月1日から2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震発生前までに17回。 東北地方太平洋沖地震の本震とそれ以降は、計100回発表されている。2013年8月8日現在は、2007年10月1日から137回警報を出し、うち33回で、震度3以上を観測しなかった。2021年6月7日現在は、2007年10月から、数えて、総計234回の警報が発表されている。 2008年から2010年、2011年、2011年、2012年から2015年、2016年、2017年から2019年、2020年代、震度4以上を観測した地震、または緊急地震速報で震度4以上を予測した地震について、観測と予測の震度階級が、プラスマイナス1階級以内である地域の割合を、スコアとして算出している。スコアは、 警報を発表した場合は、警報の最終報、警報を発表していない場合は、予報の最終報の予測震度で計算している。中、各年、年度で表しているものとする。また、年度は、毎年4月に繰り上がる。2009年度までは、大きな震度を観測した地震の回数も少なく、スコアも7割を超えていたが、2010年度末期3月11日に、 発生した東北地方太平洋沖地震後は余震も相次いで発生し、ほぼ同時に発生した複数の地震を一つの大きな地震と処理したためスコアは下がった。その後、小規模な地震を予測計算から除外するようプログラムを改修し2012年度にはスコアが78.6%まで上昇した。その後も技術的改善を重ね、精度は増してきている。 配信された緊急地震速報は、放送局によって、震源の表示の有無、強い揺れの表示を、地方単位、都道府県単位、震度速報の細分単位で選択できるため、表示形態が異なる。NHK では、都府県で地震強い揺れに警戒などと、表示されるが、民放局では、例、都道府県で地震強い揺れに警戒地方、地方などで地震強い揺れ警戒県見。 と言ったように、強い揺れが予想される地域の表示を地方名に省略したり、震源地は表示するものの、都道府県種別を表示しない放送局とあり、対応はバラバラである。表示テロップに関しては3行前後で、かつ1ページで表示されている。また、ごく一部のテレビ局では、緊急地震速報という文字を表示しないつぼねがある。 上に例としても挙げたように広域にわたる場合は地方名で表示するため視聴者サイドとしては理解に時間がかかることもある。なお原則として NHK では地上派、BS とも全国を対象に民放は地上派が各々の放送エリア、BSCS の衛星派は NHK と同様全国を対象にしている。したがって 民放の地上波放送エリア外で緊急地震速報が発表された場合、地上波では NHK での未速報が放送される。なお、放送大学学園は放送法において災害放送に関する規定が免除されており、放送大学では地上波、BS を問わずテレビラジオでの速報は行っていない。提供開始してから当面は NHK と日本テレビは NHK が独自に開発した特徴的なチャイム音をその他の民放局でもニュース速報の際の音声に似た音をチャイム音として利用してきた。NHK のチャイム音を推奨する気象庁の勧告により NHK のチャイム音を使用する放送局が増えている。震源の表示に関しては地震情報の信号地名が基準であるが文字数の都合上、 複数の地域がくくられたり、地名が簡略化されているところがある。海底が震源の場合、NHK では県沖で地震民放では沖で地震という表示形態を用いる。地震が陸地を震源とした場合、県で地震都道府県単位と表示している。日本放送協会 NHK では、 2007年10月1日から TBAMFM 全波で緊急地震速報を伝えている。ただし、あくまで国内向け放送のみであり、海外向け国際放送の NHK ワールドでは、テレビ放送においての緊急地震速報は、チャイム、自動音声及びテロップ表示を含め、放送されない。ただし国際放送でも NHK ワールドプレミアムでは、 日本国内向けニュース番組の同時放送時に緊急地震速報が出された場合は内容を伝える、様子がそのまま流れる。一方、NHK ワールドラジオ日本では、国際放送独自放送時間帯では放送されないが、ラジオ第一放送、FM 放送、総合テレビとの国内同時放送の場合は、ラジオ FM 共用のネット喪失回線を直受、消している、関係上、 そのまま放送される。そのため、ラジオの放送では、日本国内だけでなく、全世界の国や地域にも発信される。なお、NHK ラジオ放送3派が利用している、インターネット同時配信、IP サイマルラジオサービス2社では、口日のチャイム音と自動音声はカットされて、無音状態となり、ニューススタジオから、緊急地震速報があった旨の内容のみ、放送される。 2020年3月1日から開始したテレビのインターネット同時配信 NHK プラスでも約30秒遅れであるが配信されている。緊急地震速報のチャイム2回を流した後、テレビでは画面下半分に緊急地震速報の表示が現れたすぐ後、その下に伸びるように、例えば、で地震強い揺れに警戒との文言及び、 予測震源地と警戒区域の地図、都道府県名を表したテロップと同時に、緊急地震速報です。強い揺れに警戒してくださいと2回繰り返しで、自動音声が流れ、中波、FM 放送及びラジオ国際放送では、通常の番組を強制中断し、発生する都道府県地域を自動音声で伝える、緊急地震速報です。で、地震。 次の地域では強い揺れに警戒してください。緊急地震速報でした。該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れテーブルの下などに入って身を守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり止めてください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震の詳しい情報は入り次第お伝えします。 太字で記載されている箇所は、で地震もしくは、で地震とアナウンスされる。また、揺れが予想される地域に対してのみの安全の確保、および、車を運転中の人に対してのハザードランプをつけた、上での緩やかな停車を流す、自動音声も流される。なお、プラム法によって、緊急地震速報の続報が出た場合は、緊急地震速報、続報です。と、 自動音声が流れる。ニュース番組担当のアナウンサーは速報発表時の教育を受けているため適切な対応をとっている。チャイムと自動音声が流れている間は一言も発せず流れ終わると緊急地震速報が出ました。では強い揺れに警戒してください。怪我をしないように身を守ってください。倒れやすい家具などから離れてください。 テーブルや机の下に隠れてください。緊急地震速報が出ています。と繰り返し伝える。ただ、震源については画面に表示させているのみ。一方、ニュース番組担当ではないアナウンサーが対応すると、緊急地震速報です。強い揺れに警戒してくださいと流れている最中に、緊急地震速報が出ました。では強い揺れに警戒してください。と伝えるが、 戦術にあるニュース番組担当のアナウンサーと同様の対応で伝えることもある。また稀にニュース番組担当のアナウンサーもチャイムと自動音声が流れている最中に伝えることもある。ラジオの放送では自動音声終了後に NHK ラジオセンターのスタジオにいるアナウンサーが緊急地震速報を伝える対応をとっている。テレビの放送ではニュース番組の放送中は ニュース番組担当のアナウンサーが緊急地震速報を伝え、ニュース番組以外の番組の放送中は、緊急地震速報が発表されてからしばらく経ってから番組を中断し、ニュースセンターにいるアナウンサーが緊急地震速報を伝える対応をとっている。また、地上デジタル放送では、これまでのアナログ放送に比べて、受信地域によって異なるものの数秒の遅延があることから、 先行してデータ放送を強制的に動作させることにより画面上部に赤字に白文字で緊急地震速報の文字スーパーを表示させ放置音を鳴らす対応策を NHK 全局で実施することを2010年8月20日に発表し実施している文字スーパーの表示は7秒間放置音は4秒間続くこれにより 1> 約1.0から2.5秒間の短縮が見込まれており、これまでの地上アナログ放送での地図付きスーパーの表示開始と地上デジタル放送での文字スーパーの表示開始の時間は地上デジタル放送の受信地域によって異なるものの、ほぼ同じタイミングとなった。文字スーパーの表示開始の段階では、テレビのスタジオでは速報が発されたことはわからない。 なお、アンセグ NHK プラスでは、文字スーパーの表示は行われない。この対応策は、在京民放キー局5局、在阪広域4局ほか全国の地上波テレビのうち58社が対応しており、さらに D-Life では2012年3月の開局時から実施されていた。ただし、テロップの文字色や、表示位置、内容は局により異なり、日本テレビのように、で自信と、 震源地の文字スーパーを併記するつぼ根もある。この文字スーパーと同時に受信機内像の放置音も流される。NHK ではテレビラジオの放送の他にも NHK ホール、スタジオパーク、みんなの広場触れ合いホールといった NHK 放送センターの施設内にも館内放送で緊急地震速報が流れる。総合 E テレビ S のサブチャンネルでも流れる。 しかもローカル編成でも、該当する地域でも該当しない地域でも流れる。戦術のように、国際放送のテレビラジオでも、国内同時放送の時は流れる。民間放送民放は緊急地震速報の放送に、慎重であったが、テレビでは2007年10月以降、ラジオでは、南海放送が2007年10月1日、静岡放送は2007年11月、 FM 森口は2008年2月から、在京の民放ラジオ局は2008年4月、その他のラジオ局も2008年4月以降、速報を放送する。ラジオでは、生放送、収録番組を問わず通常番組が、突然完全にカットされて、自動音声が流れるため、聴取者が冷静さを失う可能性があるとの懸念があった。このため、 2008年4月1日の導入当初は、在京、在半、在名の各民放ラジオでの緊急地震速報は、各局の放送対象地域における最大予測震度が5強以上の時にのみ流されていた。在京、在名の各民放ラジオ局では2019年10月、現在も引き続きこの基準での運用を維持しているが、 在反民放ラジオ局の一部については、2019年1月7日午前10時以降は、NHK とほぼ同基準となる、震度5弱以上での発報に改められた。地上波テレビ放送の場合も、在京民放キー局では緊急地震速報が、流されても該当外になる地域の民放テレビでは、流されないが、ニュース、情報番組では流されない地域でも、 緊急地震速報があった旨の内容が伝えられるケースもある。多くの民放局でチャイムは NHK と同一のものを使用している。また、日本テレビは緊急地震速報ですというアナウンスがチャイム後に挿入していたものの他局では追随する動きは見られなかった。その後、2011年に入ってからはチャイム音だけではわかりづらいという見解から 日本テレビと同様の動きを取るツボねも出た。在京他局の追随例として、TBS は緊急地震速報、テレビ朝日は NHK と同じで緊急地震速報です。強い揺れに警戒してくださいなど。なお、フジテレビは2013年3月まではアナウンスなしのチャイム音4回のみであったが、同年4月からチャイムを4回鳴らした後、 NHK 同様のアナウンスが流れるようになった。テレビ東京は2016年11月の六本木いてまではアナウンスなしのチャイム1回のみであったが、1点後は以前のフジテレビと同じくチャイムを4回鳴らした後、NHK と同様のアナウンスが流れるようになった。1秒を争うため、番組放送中のみならず、CM 中、提供クレジットの読み出し中でも中断して放送する。 在京民放ラジオ6局では2008年1月17日に共同制作で事前周知特別番組を再マル放送した。その後3月に東京近県の FM ラジオ3局も共同周知に参加した。関西の民放各社は2008年7月1日を皮切りに全12社が2008年度内に導入。東海3県の民放7社も 同年9月1日に導入し、唯一導入のなかった FM 岐阜も2009年1月1日に導入したため全局が導入済みとなった。日テレニュース24では全国どこでも強い揺れが予測された場合に通常番組を強制中断し、速報画面に切り替え、発生時刻、最大予測深度、地震波の広がり強い揺れが予測される地域が表示される。 これは現時点で民放テレビでは唯一である。ワウワウでは若干基準が異なり、震度6弱以上の揺れが予想される地域が出た場合に速報を発表する。なお今後、利用者の反応を見て基準を変更する方針である。BS11 ではデータ放送による文字スーパーを表示させ、受信機器の内蔵音のみを鳴らす。録画再生時には、 非表示にすることができる。また、地上デジタル放送、ワンセグおよび BS デジタル放送では、G ガイドを利用した配信が検討されている。なお、現状でも、群馬テレビ等を導入自体を見送っているツボネもある。インターネット同時配信、IP サイマルラジオ、ラジコでも大多数の放送局では、ラジルラジルと同様にカットされるものの、JWave など一部のツボネの配信では、 カットされずに放送されるが、ラジコサイト上では遅延が発生するため正確ではない震災対策にはラジオ受信機の利用の旨が表記されている。このほか CS の専門チャンネルでは導入されていない放送局もある。例えば、ショップチャンネルでは開局当初から長年にわたって地震速報を伝える機能もなかった。しかし、東日本大震災により地震活動が 活発化資本社も放送停止に追い込まれるなどの影響があったため震災後は地震発生時にテロップで情報を流すようにしている。放送局による対応の違い表 CATV 緊急地震速報端末 CATV 分野においてはオプションとして緊急地震速報システムが比較的安価に提供されている。JCN がレンタル契約で提供する端末では 高度利用者向け緊急地震速報を受信し、予想深度と揺れまでの残り秒数を音声で知らせた。また、コミュニティ FM を経営している CATV 放送局では、この緊急地震速報システムを自社のコミュニティ放送でも同時使用しているケースがある。なおケーブルテレビによっては、公共施設に機材を無償提供しているところもある。 運用開始後運用開始当日の2007年10月1日2時21分頃、神奈川県西部を震源とする M4.9 で最大震度5強の地震が発生した。当日午前9時に一般向け緊急地震速報の提供が開始される予定だったため、この地震では一般向けは発表されず、字幕スーパーのみを予定していたつぼねと地図表示を予定していたつぼねのいずれも、 字幕スーパーのみで従来通りの地震速報を行った。なお NHK 在京キー局の5局などでは地図と字幕スーパーを表示しているが、一部地方局、その他独立局では字幕スーパーのみ表示する場合もある。テレビで地図表示を行った場合、番組の内容として重要な部分が地図表示によって隠れてしまう事態が予想されている。 表示字幕スーパーだけは許せるが地図表示されると困るといった意見も考えられ特にシリーズもののドラマ番組バラエティ番組アニメ番組では苦情が殺到する可能性もあるそのため折衷案として従来の字幕スーパー方式を使うつぼねが増える可能性がある一般向け速報が 初めて発表された例は2008年4月28日2時32分の沖縄県宮古島近海を震源とする地震だった。NHK ではラジオ第2放送及び国際放送 NHK ワールドを除く全メディアで初めて緊急地震速報が流れた。しかし、この地震速報では震源地が海上であったため海底に 震度計がなく陸地に到達してから地震波が観測された。そのため計算が間に合わず、ほぼ島全体に S 波が到達した後に警報が発表された。地震発生時深夜だったために多くの人が緊急地震速報の発表を知ることができなかった。また、2008年5月8日1時45分の茨城県沖を震源とする地震の緊急地震速報は、 揺れが始まってから約58秒後に発表された。総合テレビではニュース放送中に緊急地震速報が発表されたためアナウンサーが緊急地震速報発表に関して報道中に突然画面が切り替わり同時に緊急地震速報のテロップも消えジャパンナビゲーションの放送を開始するなどの手違いも発生している。これは 5番組の放送開始直前に発表されたことからニュースの延長対応ができなかったことなどが原因である。衛星を介した緊急地震速報提供サービスにモバイル放送の S バンド防災情報があった。大きな地震によりライフラインが遮断されても電線さえ確保されていれば衛星から緊急地震速報を受信するため災害に向いている。また、 受信端末によっては、位置を変えても GPS により自動修正するものもある。なお、モバ法ーは放送が終了しているため、すでに提供は終了している。文部科学省リーディングプロジェクトの災害医療の分野として、東京都立川市の国立病院機構災害医療センターにて2003年から利活用の実験、検証が行われてきた。 2008年4月現在は病院内の全館放送、エレベーターもより外停止、自動扉開放、放射線装置停止、情報表示器、現地地震計との連携を実施している。また、集客施設の分野では伊勢丹百貨店が全国10店舗で館内放送との連動を実施している。特に百貨店は不特定多数者が多い施設であるため、地震時の混乱を、 最小限にするためにも、職員のみならず来客者自身も冷静な行動を心がける必要性がある。その他の集客施設や公共施設などでも、システムの整備が完了した施設では、2007年10月から提供が始められている。なお、電子情報技術産業協会の緊急地震速報に対応した非常用放送設備に関するガイドラインでは、 気象庁が発表する緊急地震速報を受信した際には、業務放送、火災の発報放,放送を中断して、全館一斉で NHK のチャイム音2回と男性の声で、地震です。落ち着いて身を守ってくださいを2回放送することを原則としている。消防庁の全国瞬時警報システムを利用した自治体の防災行政無線による緊急地震速報も、 2007年10月1日から開始した。システムの整備が完了した一部の市町村から提供が始められている。携帯電話では NTT どこも AU 及びソフトバンクの端末で緊急地震速報を受信できるようにするため、配信システム、基板をそれぞれ開発し、2007年発売の新機種から受信機能が搭載された。これらには、 ドコモ SBM については 3GPP で標準化されているショートメッセージサービスの同胞配信方式である CBS が使われる。また LTE のデュアルモード端末では LTE の通信特性上 CBS での通知では不向きであることから ETWS 方式を採用している。なお CDMA2000 方式を使用する AU では 3GPP2 が策定した。 ブロードカスツムズと呼ばれる別方式が採用されている。スマートフォンでは対応が遅れていたが、東日本大震災以後、対応の必要性が高まり、アンドロイド端末では2011年夏以降に各社から対応した機種が発売されたほか、既発売の機種も一部を除き、ソフトウェアアップデートで対応するようになった。また iPhone も iOS5 の標準機能として、 緊急地震速報の機能が追加された。また、スマートフォン向けのアプリケーションとしては、アンドロイド向けや、iPhone 向けなどで数種類があるが、どれも、初期設定などが必要である。RC ソリューションが、iPhone、Android 用に緊急地震速報を受信できる、アプリ、揺れくる、Call for iPhone を開発、App Store で無料配信している。 コード利用者向け緊急地震速報を利用して通知を行う。ただし、回線の利用状況によって通知が遅れたり受信できないこともある。アンドロイド用には地震速報を通知するアプリ、ナマズ速報ベータなども配布されており、実験的にではあるが、リアルタイム通知が可能である。こちらも通知が必ず行われる保証はない。NTT ドコモ NTT ドコモは、 エリアメールサービスを2007年12月10日から無償で提供した。最初の対応機種は2007年11月26日より順次発売のフォーマ 905i シリーズ全機種及び2008年2月より順次発売予定のフォーマ 705i シリーズのフォーマハイスピード対応の一部である。2010年冬モデルの一部より順次通知方式が CBS 方式から 方式に切り替えられているただし、2011年冬モデル以降の対応端末の一部は、緊急地震速報のみに対応する端末もある。2012年3月発売の、フォトパネル04より、デジタルフォトフレームによる、エリアメールの受信に対応している。AUKDDI、および沖縄セルラーは2008年3月25日から、 緊急地震速報サービスを無償で提供した。最初の対応機種は2008年1月9日から順次発売の2008年春モデルの大半の機種である。緊急を要するため、放置音は鳴らすか切るかの設定のみで音量調整はできない。また、誤報を含めた全受信歴が保存される。 2011年9月に発売されたデジタルフォトフレーム SP03 は緊急地震速報に対応している。2012年1月31日に緊急地震速報に加えて国や自治体が発信するメールの配信を含む緊急速報メールが始まった。スマートフォンでは緊急速報メールを包括した au 災害対策アプリにより受信する。 アプリは2011年12月23日発売の IS11N や IS14SH にはプリインストールされ既存の Android 2.2以上の端末にも順次アップデートによって提供する。なお、スマートフォンについては au 災害対策アプリがプリインストールされていない端末の中には別アプリで緊急地震速報に対応しているものもある。フィーチャーフォンでは 海001と2012年夏以降に発売された全機種が緊急速報メールレベルまで対応している。ソフトバンクソフトバンクブランド2007年5月30日、他社と同様の緊急地震速報配信システムの開発を表明した。この時、提供時期は2008年度中とアナウンスされたが延期され、2010年8月25日に一部エリアでサービスが開始された。 サービス開始時点の利用できるエリアは、関西圏、東海、東北、中国、四国エリアの全域と、関東エリアの一部地域に限られていた。2010年10月7日、全国対応を完了させた。2009年9月16日には、同社の携帯電話において、初の大王機種となる 831N が発売された。2010年11月4日に行われた。 発表会で、孫正義社長は、来年以降のモデルは徐々に増えてくると話し、2011年以降に発売されるモデルについて、順次対応することを示唆していた。2011年4月18日、今後発売する携帯電話やスマートフォンについて、2011年度紙機に発売する機種の一部を除くすべてと、2011年度下機、 以降に発売する機種のすべてに緊急地震速報の機能を搭載する予定であると発表した。また、すでに発売されていたスマートフォン7機種に対しソフトウェアアップデートで緊急地震速報の機能を追加することも合わせて発表されたが、このうち HTC 製の2機種については後に対応が見送られた。2011年7月11日には840 N についてもソフトウェアアップデートで緊急地震速報への対応を行った。ソフトバンク 3G 端末としては2期種目の対応となった。2011年9月に発売された Android OS 搭載のデジタルフォトフレーム 008HW も緊急地震速報に対応している。後に緊急速報メールにも対応した。2012年1月30日より 一部のスマートフォンにて緊急地震速報を包括した緊急速報メールのサービスを開始する。スマートフォン以外では 105SH が発売当初より緊急速報メールに対応する。また、緊急地震速報アプリがインストールされている一部の端末については緊急速報メールアプリにアップデートする予定である。Y。モービレブランド2014年8月の Y。 モービレブランド発足により、この時点で、旧ブランドから継続販売された端末とはい、モービレブランドの端末については、送信元や方式が異なるものの、事実上統一した内容となっている。通信方式としては、約款上の電話サービス、電話サービス、PHS サービスの3様式となっており、PHS サービスについては、緊急地震速報津波警報のみ、 電話サービス、電話サービスについては、災害避難情報なども加えられる。2014年7月以前の契約で、同年8月以降に、プラン変更など適用される約款の移行を伴わない場合は、以下の旧社の内容を参照。いいアクセス対応については、長年明らかにされていなかったが、2013年3月7日、同日提供開始予定の緊急速報メールに、 放括されて提供開始。同日発売の同社 LTE スマートフォン初号機である g l 零7 s がサービス対応初号機となった。なお、イモブル 4GS 対応端末についてはソフトバンクの MVNO 契約となるため緊急速報メールに順じて提供される。ウィルコム、ウィルコム沖縄2012年8月時点で PHS における 対応機種は存在しなかった。ただし、ウィルコムコア 3G 端末で、PHS 端末との抱き合わせ販売で提供される端末については、音声及び海外ローミング以外は、ソフトバンクモバイル契約とほぼ同様のサービスが提供されるため、ソフトバンクモバイル側で対応している端末であれば、そのレベルまでは利用可能。2012年6月21日発売の WX04K は w i l c o m の音声端末としては初めて緊急地震速報に対応するがデータ回線は自社回線ではなく Wilcome Core 3G のネットワーク上でのみ行われるため緊急地震速報についてもソフトバンクモバイルの内容に準じて行われる形となっている2013年11月14日より PHS 単独契約の端末での提供が 開始される。これに合わせる形で対応する WX11K よび WX12K が発売される。なお、デュアルモードの端末については従来通りソフトバンクモバイルモーのサービスにて実施される。ディズニーモバイル2011年12月現在、DM009SH、DM010SH、DM011SH のスマートフォン三機種と デジタルフォトフレームである DM001 フォトのみが対応しディズニーウェーブ対応機種は対応しない2012年2月17日に発売された DM012SH 以降の端末は緊急地震速報を包括した緊急速報メールにも対応するまた前述の4機種についても2012年3から4月の間に行われたアップデートを適用することで 緊急速報メールレベルまで対応する。楽天モバイル2019年から移動体通信事業者として新規参入した楽天モバイルでは緊急速報メールとして緊急地震速報の配信を行っている。MVNO 大手携帯キャリアの回線を使用している関係上緊急速報に対応した機種であれば MVNO と契約していても マノから発信された緊急速報を受信することができる。ただし携帯電話端末によっては、緊急速報を表示する機能がないもの、放置音が鳴らないもの、訓練用の緊急速報では作動しないもの、通知の有無を設定できるもの、作動しないはずのテスト信号で作動してしまうものなどがあり、どのような動作になるかは携帯電話端末の実装に依存する。 緊急地震速報機全面、背面ラジオで放送される、一般向け緊急地震速報を検知して、速報発表を伝達する機器やソフトがある、一般向け緊急地震速報の、緊急地震速報です。という警報を発し、それを危機地震の揺れが始まる、数秒前に身構えることや対処ができる。警告は、 各地の震度などが判明する前に発せられるもので地震そのものの詳しい内容は揺れが終わった後にベッド TV やラジオの地震情報として把握する必要がある地震が起こる以前からラジオの電源が入っている場合は緊急警報速報を聞くことができる緊急地震速報器などと呼ばれる特殊なラジオでは電源が待機状態の場合は電源が 自動的に入りチャイム音の途中から聞こえる。チャイム音の始めから聞こえないのは、講述するように緊急地震速報に、ラジオの電源を入れる仕組みがないためである。軽度の地震では、揺れが収まりしばらくすると、再び電源は、待機状態に戻り、静かになる。一般の家庭では、この緊急地震速報器などのラジオ地震機を、家屋の中心などに置き音量も大きく設定しておき、 住人の誰もが家屋のどこにいても就寝中でも警告を聞こえるようにする。なお、緊急警報放送と違って、緊急地震速報自体にはテレビやラジオの電源を入れる仕組みはない。NHK や民間放送は気象庁が推奨する緊急地震速報の放置音と呼ぶ独特のチャイム音を採用している。このため、緊急地震速報器や 地震津波警報器などと称するラジオ受信機は、チャイム音の電気信号を内部で検知し、電源を待機状態から自動的にオンに切り替え、緊急地震速報を聞ける機能を備える。ラジオ局が放送している、緊急地震速報を利用することで、情報受信量や特定の回線使用量が不要である。その他、ラジオ波を使用しているため、ブロードバンドが付設できない地域でも利用できる。 ただし、受信できる、ラジオ局が、緊急地震速報の放送に対応している必要がある。また、受信局によっては速報提供のサービス品質が異なる場合がある。2008年12月時点で、予報業務許可事業者の緊急地震速報の受信端末機の累積出荷台数は13万台で、あり、2013年度までに26万台とする目標である。 既存のインターネット回線とパソコン端末を用いた優勝サービスザラスト10セカンドの提供をウェザーニューズが2007年10月15日より開始した Windows 2000以降を搭載した PC 及び常時接続可能なインターネット回線が必要である2008年4月現在個人が緊急地震速報に対応した専用端末を導入するためには 多額の導入コストが必要であるが、既存の設備を活用することで安価に、サービス提供できる点を特徴として挙げている。高度利用者向け緊急地震速報の分類に入るため、国内やその近海で発生した M3.5 もしくは、震度3以上の地震であれば、設定で全てを受信することも可能。アネットは2008年7月7日より、 緊急地震速報の震源情報を呼び、ユーザー所在地での予測震度と使用度を到達までの有予時間を暗号化して配信するアネットアラートの受信ソフト e ークメ Messenger の販売を開始した。予測震度が設定値を超えると NHK と同じ警報音とともに地図画面をポップアップ表示し、震源地、評価地点、地震度の到達をグラフィカルに表示する。 また無料でコード利用者向け緊急地震速報が受信できるソフトシグネルナオエクスプレスが2010年9月から提供されているパソコンだけでなく NTT のフレッツ回線に接続された専用端末でも提供されているフレッツ回線は IPv6 に対応していることが必要である NTT 東日本地域においてフレッツ ADSL は IPv6 付加サービス申し込みが必要。NTT 西日本地域において B フレッツとフレッツ ADSL は IPv6 付加サービス申し込みが必要。速報サービス提供事業者として NTT コミュニケーションズが提供する緊急地震速報、フレッツタイプサービスの利用が必要である。初報時には IPv6 マルチキャストにより端末までデータを送信する。 緊急地震速報、フレッツタイプの受信に対応した端末は2011年、現在で次のものがある。マンションの共用部にインターネット回線と緊急地震速報の受信設備を設置し、インターホン設備に接続することにより、インターホンの機器、配線を活用して胸内に一斉配信するシステムがすでに発売されている。受信した緊急地震速報は、 各住庫に設置されているインターホン親機からカラーモニターでの表示や警報音声で居住者に通知される。インターホン設備は緊急地震速報に対応した専用の機種が必要となるが来客対応用に常に待機状態を維持しているインターホン親機から警報できることがメリットであり、新築マンションを中心に採用が急増している。 緊急地震速報の算出に関係する技術的問題点は以下の通り。伝達や広報、利活用に関係する問題点は以下の通り。緊急地震速報システムの設置箇所は全国に2箇所で、東京の気象庁本庁と大阪の大阪管区気象台に備えられている。普段は東京のシステムから速報を発表している。 東京のシステムが使えない場合は、大阪のシステムからの発表に切り替えることで、バックアップ機能を果たし、2011年の回収作業実施の際は、大阪のシステムを使用する。気象庁の地震観測施設においては、2012年度よりバックアップ用に衛星回線と72時間供給可能なバッテリーを付加する回収が行われている。 地震発生直後の観測データを解析して速報を出すため P 波と S 波がほぼ同時に到達するような震源に近い地域では速報が大きな揺れに間に合わない。現在の算出式では P 波到達後3秒後の波形から規模を算出しているため3秒、算出処理時間数秒数十秒間が発表までの処理に伴うロスである。 仮に深さ0キロで地震が発生した場合、理論上1秒あたり約2.3キロの差があるため、信号距離がロス時間2.3キロの範囲で S 波と達立つまでに間に合わないと考えることができる。実際には深さや地域による差があるため1秒あたり2から4キロ程度の値を取る。例として2007年10月1日未明に神奈川県西部で発生し、 最大震度5強を観測した M4.9 の地震では仮にシステムが運用されていても箱根町や小田原市で P 波検知とほぼ同時に S 波が到達しており速報発表が初期微動検知から32秒後であったためこのケースに該当する2010年11月26日総務省は行政評価として国土交通省に緊急地震速報を含む警報の 改善を勧告した。2007年12月の導入以来、一般向け緊急地震速報が対象地域全域で主要動が到達するまでに間に合ったケースが12件中1件であったこと、他の5件で最大震度を実際より低く予測し、一般向け緊急地震速報を発表しなかったことを理由としている。また、気象庁が速報を発表してから情報が 末端まで配信されるまでの間にも、ロスが生じる。全般的な遅延要因としては、配信事業者や予報業務許可業者を利用して受信する場合、気象業務支援センターを経由して配信されており、末端ユーザーへの配信が遅延する場合がある。また、テレビ放送においては速報開始後、デジタル放送は、アナログ放送よりも遅延が長いことが分かった。 少なくとも2008年5月には報道され、翌6月に発生した岩手、宮城内陸地震の際に、地上デジタル放送、BS デジタル放送は約2から3秒、ワンセグでは約4から5秒、それぞれ地上アナログより遅れることが明らかになった。同9月に、総務省はデジタル放送推進協会と電波産業界に技術開発を要請し、 2009年9月に地上デジタル放送に対しては0.5秒まで遅延の短縮が可能だが受信機の使用を変更する必要があると発表した。この遅延を短縮するため NHK は全局で文字スーパーの先行表示を実施し、在京民法5局、在阪広域4局なども追従している。ラジオ放送においては緊急地震速報です。で地震。 震源地がわかるまで約5秒かかる。緊急地震速報の情報源である観測点の密度が低い地域が日本には存在する。本土から離れた離島である伊豆諸島、小笠原諸島、南西諸島などである。また、これ以外の地域でも離れた海域で地震が発生した場合は同じような状況下に置かれる。こういった地域では、 速報発表に必要な複数観測点で地震波を検知するまでに時間がかかるほか観測点数が少ないため多数の観測点のデータを比較して精度を上げることが難しく震源、規模、震度などの誤差が拡大しやすい。こういった問題は2008年4月28日の沖縄県宮古島近海を震源とする地震を契機に問題視された。この地震では 震源が海域だった。そして海底には地震計がなく宮古島に地震波が到達して初めて観測され速報が発表されたのは午前2時32分25秒だった。しかし宮古島市の揺れの到達は午前2時32分20秒とおよそ5秒の差が出た。海底に地震計が設置されていた場合速報が発表された可能性もある。さらに 速報で発表された震源が実際よりも南に30キロ離れるという誤差があった。また、同年8月5日に、宮古島近海を震源とする震度1の地震が発生したが、この際の高度利用者向け予報第3報では、最大震度3と発表され、深さが実際と10キロ前後、マグニチュードも1程度の誤差が生じた。第1報ではさらに誤差が大きかった。 沿岸部を震源とする地震の場合、いずれも同じことが発生している。まず、第一法の情報源となる地震波を検知すると、震源の深さまでは特定が困難であるため、P 波、S 波の時間差から、震源、規模を算出する。次に、第二法の元となる地震波検知で、P 波、S 波から、震源、規模を算出する。第一法と照らし合わせ、 時間差が極端であれば、震源の深さを算出する。上述の地震を例にすれば、この算出方法は成り立つ。逆に、内陸部での地震の場合、地震系がある、程度密集している地点では深さなどが容易に、算出することが可能となるため、誤差は起きにくい。海域が震源となる地震の場合、海底で地震波が観測できず、陸地に到達して、 初めて観測されたため、速報発表が遅れる。また、一般向け緊急地震速報は、最低でも2カ所以上の地震系外揺れを観測してから、速報を発表しているため、震源地に最も近い1カ所目の地震系外揺れを観測しただけでは、速報が発表されない。1カ所目と2カ所目の地震系が離れている場合は、遅延がさらに伸びる。 現在の観測点はほとんど陸上であり、海底で設置されている箇所は南海ドラフ巨大地震が危惧される静岡沖から日向灘田,田までの沖合、東北地方太平洋沖地震の震源域で日本海溝と千島海溝の沖合である房総沖から釧路沖までの沖合、地震活動が活発な伊豆諸島近海に集中している。 海底観測点は、海溝型地震の速報を早くし精度を上げられるほか、津波の予測にも役立つ利点がある一方、設置や保守にかかるコストや労力が高く、設置はあまり進んでいない。気象庁は、具体的な予測震度の値はプラスマイナス1程度の誤差を伴うとしており、一般向け速報では、震度の具体値を示さず、強い揺れと表現している。また、 最大予測震度が5弱以上を発表基準とする一般向け速報で予測震度が4以上の地域まで広げて発表する理由として気象庁は1、震度推定時の誤差2、予測震度4でも震源域の断層運動の進行によりしばらくしてから5弱となる可能性を挙げている一般向け速報は出なかったが実際には意外と大きく揺れたということがあり得る 予測深度の誤差の原因として地震波が伝播してくる経路の地盤によって各地の地震波の伝わりやすさが異なること初期の数秒の波形により算出するため初期の波形が得意なものであると計算が狂うことが挙げられるこれは各地の地盤特性を組み込んだプログラムを導入することで改善できるが海底など調査が十分でない地域もあり向上が続けられているなお 群発地震や本震直後の余震などにより複数の地震による波形を同時に観測すると初期微動を過大に評価する。一般向け開始前の2006年4月21日に発生した伊豆半島東方沖を震源とする地震では気象庁の発表を対象とする地震系で最大震度4防災下減の地震系では震度5弱東大地震圏の地震系では 震度6弱を観測したが、速報の最大予測震度は7となり、地震波の重複により、誤差が大きくなった。正式導入以降、一般向け速報運用開始より前に、一部の利用者向けに発表された緊急地震速報の主な予測誤差事例を右表に示す。最大震度が5弱以上だった地震では、最大震度が最大予測震度を上回っている。なお、 予測精度が一様ではなく、また予測技術やよりどころとなるデータベースが変化することから事例間で単純な比較はできない。一般向け運用開始後で見ると二千八年七月二十四日未明の岩手県沿岸北部地震で誤差が顕著だった。実際には岩手県沿岸北部で震度六弱から震度四を観測し震源が深さ百八キロで規模は M6.8 と推定された。一方、緊急地震速報では、最大予測震度が4程度または5弱程度だった。詳細には、第5法まで、イコール、高度利用者向けでは、最大予測震度が4程度で、予測規模が、M5.8 から M6.5、検知20.8秒後に発表した第6報イコール、一般向けと、その続報では、 5弱程度で M6.9 であり、岩手県の全域で警報が間に合わなかった。気象庁は誤差の原因として、1、震源が深い場合、震度が大きくなる事例が少ないので、速報を出す予測式の精度が高くないこと、にこの地震では徐々に波形が大きくなる揺れ方だったことを挙げている。このように、一般向け発表開始後しばらくの間は、 地震のマグニチュードを実際より過小評価してしまうことが多かった。その後、気象庁はマグニチュード3室に使用する計算式を改良し、この地震について再予測を行ったところ4.4秒で警報を発表できることが分かった。このプログラム改善は2009年8月3日から運用されている。2011年に発生した東北地方太平洋。 沖地震の本震では一般向け緊急地震速報は東北地方のみに発表されたが、茨城県北部で震度5弱と予測した第14報が更新条件だった初期検知から60秒よりも後であったためで震度5弱以上の強い揺れを観測した青森県、関東地方、甲信越地方には一般向け緊急地震速報は発表されなかった。また、 予報大 EF 法の地震検知5.4秒後にはマグニチュードを4.3と推定したが、気象庁気象研究所は原因として最初の数秒間の振幅が極めて小さかったことを挙げている。また、大震災で東北地方の地震観測点の多くが被害を受けたため発表対象の規模の地震で発表しないなど余震の速報が適切にできなくなった。さらに、 大震災の余震や誘発地震が頻発する中、離れたところで複数の地震が同時発生した時に正確な情報を発信できないという問題が露呈した。例えば3月12日に神奈川県西部で震度5強から6弱という緊急地震速報が発表されたが、実際の地震はマグニチュード2.0、有感地震を観測した地点はなかった。 ほぼ同時刻に長野県を震源とするマグニチュード4.1の地震が発生しており、この2つの地震のデータを合成、同一のものであり大地震とみなしたことが原因とみられる。また、4月12日には千葉県東方沖が震源で震度5弱とすべきところを、福島県浜通りが震源で震度7という誤った内容で緊急地震速報が発表されるなど、 実際の震度よりも大きな震度を予測するケースが相次いだ。この問題に対し、気象庁は、ほぼ同時に起きた地震のうち緊急地震速報の発表対象としていない、小規模の地震を計算の対象から外すことにより、2つの地震を誤って結びつける頻度を減らすシステム回収を行い、同年8月11日から運用している。地震度を観測する。 地震系の技術的問題やその特性により、緊急地震速報自体に誤報が発生することはあり得る。地震系の故障や雷サージによる誤作動、コンピュータプログラムのバグや設定ミスが原因として考えられる。二つ以上の地震を統合した警報の課題予測20年2011年2011年2012年以降、震度を観測しなかった地震の 警報緊急地震速報の誤差などの問題が改善されても最終的には利用者の周知が問題である。いくら誤差がなくなり確実な速報発表であっても利用者が速報を正しく理解しなければ被害の軽減は図れない。速報が発表されてから強い揺れまでの猶予時間は多くの場合長くて数秒程度しかない。このため 発表時の対応が周知徹底されていないと群衆が非常を口に殺到する速報を受けて自動車が急ブレーキをかけて玉突き衝突を誘発するといったパニックを引き起こし二次災害が発生する可能性があると考えられていた。こういった公衆への速報の早期提供開始に対する慎重論から2007年春に予定されていた本運用開始は延期され、 改めて10月からの運用が決まった。本運用開始から約8ヶ月後に発生した2008年6月14日の岩手宮城内陸地震において本震の速報発表をテレビラジオ等で見た人を対象に民間調査会社がアンケートを行った。その結果、回答者の半数がすでに起きた地震の震度速報と思ったという結果となった。調査会社が岩手 宮城内陸地震後に行った調査では、緊急地震速報発表時の対応として、すでに発生した地震の震度速報だと思ったといった意見が複数あった一方、家具を押さえつけたといった意見があり、周知徹底がされていない状況があった。気象庁によれば、緊急地震速報の地震装置の設置が義務化されて、いるなどと偽って機器などを販売する悪質な訪問販売業者も出てきており、 住宅用火災放置機の設置義務火事などと同様の被害が出ることが懸念されている。すべての人が速報受信機能付き携帯電話を持っているわけではなく、またテレビやラジオをつけたままにしているわけではない。さらに、有線ラジオ放送では警報告知は行われない。そのため、すべての人が常時緊急地震速報を受信できる状態にはなく、 個々人の緊急地震速報の受診確率には情報格差が生じる。また、2009年8月11日の早朝5時7分に発生した駿河湾地震ではテレビを見ていた人は少なかっただろうとの指摘が報道されたのをはじめ、同じ個人でも就寝中や仕事中はテレビをつけていないなど状況によって受信環境は異なる。 地震の発生状況や震度を知らせる速報などに、比べて速報性が重視される、緊急地震速報において、一回の受診の可能、不可能は、地震の発生を揺れの前に知ることができるかできないか、あるいは地震の安全に直結する。技術的な対応などで、受信率を上げる検討がなされているが、国民全員を完全にカバーすることは難しい。2007年の開始以降、 緊急地震速報が実際に発表された回数には地域差があり、これが原因と見られる住民の意識の違いも指摘されている。東日本で緊急地震速報の発表が急増した東北地方太平洋沖地震から1年後の2012年3月に日本大学分離学部社会学科が行った住民への意識調査では東日本と西日本とで 緊急地震速報に関する認識や評価に差があるとされた。強い地震は東日本に偏って発生しているのが原因で、近畿、中国、四国の各地方の多くの府県では、2013年4月13日朝に発生した震度6弱のアージ島地震で初めて緊急地震速報が発表されており、その後気象庁は住民へのアンケート調査を行った。 緊急地震速報の認知度自体は8割、速報を実際に聞いた人も7割に上り、そのうち地震が来ると適切に理解できた人が約50%を占めた一方、その意味をとっさに理解できなかった人が約30%、何をしてよいかわからなかった人が約15%いた。ありがとうございます。